今回からやり込み内容を一つ追加しました。追加した内容はこちら。まあ要するにただのスキルコンプです。以上、お知らせでした。お久しぶりです。今回はまず、ストーリー進行の前に一つサブイベントをこなしておきます。今はそのために滝の洞窟の上にある小屋に向かっています。着きました。ここで発生するイベントがアイテムコンプリートに必要になってきます。はい。赤い木の下にある道具袋を持ってくるよう頼まれました。そこまでわかってるなら自分で取りに行けばいいのに。それじゃあ赤い葉の木に向かいましょうか。着きました。結構遠いね。はい、回収しました。あとはこれを小屋まで返し、このまま南の関所を越えて次の町に向かいましょう。知ってた。返しに行くとアイテム欄から男の道具袋が消えてアイテムコンプが不可能になっちゃうからね。しょうがないね。忍び走り仕事しろ。次の町、リーザス村に到着。ガキに喧嘩を売られました。ボコボコにしてやりましょう。あ、夜になった。そして買い物しようと思ってたのに店が閉まった。ここでちょっとした豆知識を一つ。実は先ほどのイベント、戦いの記録の戦闘回数に含まれています。ちょっとわかりづらいですが、戦闘回数と勝利回数、逃走回数、全滅回数の合計が一致していません。これは先ほどの戦闘が勝利も、逃走も、全滅もしていない戦闘としてカウントされているからです。以上、ちょっとした豆知識でした。村の中のアイテムを回収します。宿屋に泊まって朝にしてきました。さっきできなかった買い物を済ませます。まずは武器屋。現在所持していないのは石の斧だけですね。とりあえずヤンガスに持たせておきます。次は防具屋。まずは革の腰巻きを一つ。
鱗の鎧を一つ。鱗の盾を二つ。あとは聖水を99個買っておきます。え、これでOK。あの、こんなに買う必要あるんですかね。今後メタル狩りにも使う予定なので、むしろ少ないくらいです。続いて屋敷の中のアイテム回収をします。屋敷のアイテム回収が終わったので、ストーリーを進めます。誰にも会いたくないから部屋に入れるな。だってさ、足元に開いてる穴からネズミのトーポを侵入させます。前回カットしてしまいましたが、オープニングムービーに出てきたネズミです。あと、今回は持ち逃げしましたが、ちゃんと道具袋を小屋まで返しに行くと、このネズミについて言及されます。どうやって持ってきたんですかね。深く突っ込んではいけない。らしいので、さっき拾った手紙を見せます。くっそ遅くさくてわろた。なんで直接手渡して見せないんですかね。丸くかわいそう。だから言ったじゃないですか。そんなことをする義理はない。まったく、しょうがないなぁ。ボルクを連れて東の塔に行くことになりました。
それじゃあ東の塔に向かいましょうか。このまま塔を無視して先の町に行くこともできますが、それをするとポルクからめっちゃ怒られます。ちなみにトラペッタに行っても特に何も言われません。そんな話をしてる間に塔に到着しました。最上階に到着。結局ここまで誰もいませんでしたね。あ、いた。まあ、あた盗賊と間違われてるよこの人たち。まあこんな奴がいたら盗賊と間違われてもおかしくないよね。見え。あふん。
だいたい16分4秒くらいからいましたね。どうでもいいです。村まで戻ってきました。ツンデレかな。ツンデレショタ、一部の層に需要ありそう。そんなことしなくても私たち今3000ゴールド以上持ってるので、宿なんて泊まり放題なんですけど。謝罪と賠償を要求するために屋敷までやってきました。違います。着替え早すぎわろた。早着替えは RPG の基本技能。これでリーザス村でのイベントは終了。境界でセーブしてから次の町に向かいます。着きました。まずは町の探索を済ませましょう。Thank you.
主人公の立ち位置移動してね。これはまた厄介ごとの予感。え、しょうがないなぁ。ほほう。準備する時間遅れるみたいなので、しっかりと準備しましょうか。まずは買い物。鉄の槍を一つと鉄の釜を一つ購入します。買い物はこれで終了。あとはサクッと今回のドロップ回収作業を終わらせてきます。終わらせてきました。レベルがだいたい10くらい上がりました。それじゃあ魔物退治に行くぞ。無駄に長いムービーが挟まったのでカット。あ、これは見たらわかる痛い人だ。ブーメラン刺さってますよ。ということで今回のボス、オセアーノン戦です。絶えず攻撃を行い火炎の域まで使ってくる難敵ですが、さすがにレベル23もあればなんてことありません。適当に通常攻撃で殴ってるだけで勝てます。はい。いらね。もう持ってるよ。今回のストーリー進行はここまで。あとはモンスターのドロップ回収作業をお見せします。
We'll be right back.